本当ね、電車の中でみんな優しかった。てか自分でやっぱ場所を作ってった。で結局居場所なんて自分で作るしかないからさ、そのどんなにきつくてもやっぱ自分ならできると信じてやるしかないよね。超辛かったっす。でもご褒美です。ご褒美こんないっぱいある。結構な量で今日は行きますよ。使用し伊達じゃないんで、もう全然余裕ですね。最初の頃とはもう違うから舐めんなよっていう気持ちで入れるかどうかはでかいよね。マッチでやることによってちょっとこう砕けるっていうか、もう少し、あ、やべえ、麺がお湯で溶けて小麦の香りがすごいしてきた。いいね、たまんない。あ、バキバキっつって、この何つったって今日は何つったって、そしてカナダをゲットしてきた、ブルースペースでゲットしてきた巻き紙だけど、これは今日はあのクラッチのみ使います。うーん、完璧だ。みんな最近旅出たりした？俺は今回のインドマジでかい変化がある。で昨日か一昨日か、あのコルカタで YouTuber 始めようと思ったきっかけになった、あの今日やばいやつに会ったっていうやつをずっと4年半ぐらいやってる坪和さんって人と飲む機会があって、すげえ興味持ってくれて、で俺ももう絶対会おうと思って30時間ぐらいかけてコルカタ戻ったから、もう狙い通りだと思って、やっぱ自分がこう求めていったからさ、それに、でそれに反応してラジオ一緒にやろうよみたいなことを言ってくれたんで、それってね、やっぱ頭の中じゃ計算いくらしても弾けなかった数字っていうか、絶対できなかったことだと思うんだよね。それをなんかもう現実のものとして話にしちゃったっていう自分が、やっぱ栄養なんだなっていうか、栄養なのかな、わかんないけど、なんか相変わらずすげえなーって、よーく混ぜて馴染ませて、家に飲むことお茶っ葉でぶっ決めようと思います。こんな感じかな。で俺もアフリカ行ってた頃からもうずっと、日本だとねローマブラックとかになるんだけど、でこの前店で失敗しちゃったけど、俺はね基本バックショットの人なんですよ。あのもうマーが富士山のバックじゃないと認めないですって言われたから、もうバックショット以外やってないん でマーのやり方だと、まずクラッチをちゃんと馴染ませてね、最初にクラッチを置いて、でここでもうグンとこの血の量を入れていきます。で入れつつここで調整する、ここでよりを合わせる、よりがねほんと一番です。とにかく薪の切れどころっていうのはどんだけ寄らせてるかどうか、それが甘ければ甘いほど美味しくない。でちょっと山なりにさせた方がいいから、ちょっと作ってあげて、
これすごいね。あのちゃんとやると外人とかにも、外人って言っちゃいけないのか、外国の人とかにもすごいってちゃんといちいちこう決めてあげる。カチカチと、うん、こう世に見て世に見て見合って見合ってこうまた決めて、あちょっとこれでかいなと思いつつもこうやってで、ね、これが決まったぞと、でこれでいきますよってこう指に覚えさせて、これ決まったぞっていう風になった時にここをグンって持ってでここを決めつつ、今日念のためにあ、いいか、うん、いいわ。でこう枕木っていうか指で枕木してあげながら、ほらあのねドイツのやつね短いしね、ノリも変だしね、バックショットにできない長さだしね、こう切りますね。でそれの残りをあとはコンココン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 、これあの全部葉っぱの具合によってコンココンコン具合は違います。こうをこうちょっとずつ、本当はコンコンって入れるやつがあればいいんだけどないので、こう締め首を締めながら作ってあげて、ざっくり完成ということになりますね。犬のうんことお茶っぱのブレンドで。じゃあちょっとこれこの中でいけないんで。